さあ今日もよく日が当たっています。今日は20度になるそうです。さあ窓は開けた方がいいのかな。少し、よく見張りながらっていうかですね、外にあまり興味を示さないように仕向けながら、網戸にするかもしれません。さあ、今が朝8時半をちょっと回ったところで、これからご飯に下の階に行くわけですが、この人たちはいつもですね、毎朝ご飯、朝だけではないんですが、ご飯に行って誰もいなくなると、この中で何してるかちょっとわかりませんが、帰ってくるときに、ジャン君はニャニャ、あ、違うわ、いなくなった瞬間からニャニャ、いうのね、ここでね、下の階でよく聞こえています。そして、帰ってきたときには、ここですね、ここで待ってます。いつも下から階段でトントンって上がってくる音が聞こえるんでしょう。さあ、じゃあご飯に行ってくるよ。ジャン君、ごめんね。普通の猫よりも甘えたさんになってしまいましたんでね。そしてそこに最近はポンちゃんも参入しています。甘え猫です。じゃあご飯に行ってきます。インターネット経由で、動画をとか生配信を見ていただいている方から、あ、うちにあるので、送りますという形で、これ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 、こいつこいつで、これ何これ初めて見た。これも中身氷が入ってんだよね。これ何？わかんない。線が入ってるよ。多分それは抑え、あ、嘘、こんなのも入ってたよ。うっさー、ありがとう。2019だって新しいよ。まさかと思ったけど、まさかね。すごい、522とかあって。新しいし、なんか懐かしいかな。これ、こっちがウルトラマンシリーズだとしたら、これは多分もうウルトラセブンぐらいまでいってるやつじゃないの？新しいって感じ？そうだね。へえ、でもこういうのがあったんだね。これも学研なのかな？なんか懐かしいよ、この電池。あ、学研だ。へえ、じゃあ同時期にこういうのもまた出たんだ。学研なの？あ、学研って書いてある。なんで2つも持ってるの？すごいね。ねえ。まずはお礼を言います。どうもありがとうございました。まずこれありがとうございました。これもびっくりです。ありがとうございます。すごいいっぱい。そしてこれですんで、ありがとうございます。ちゃんとギターのコードが入ってる。もちろんギターは書いてあると。すごい、はい、新しい。すいません、こんないただき物ばかりで、番組を面白くするということで、なんとか還元したいと思います。どうもありがとうございました。ちゃんといっぱい弾けるようにならなきゃ。使います。今回ですね、とてもいい人がこれを、くださいましたので、このそれぞれ、これが、メルカリで僕らが買ったちょっと不安のあるものですね。聞こえたんだけど距離があまり取れてないっていうのがちょっとショックだったやつ。これです。古いもの。それからこれが新たに、いただき物でもらったやつですね。これで結構の距離ありそうな感じがしました。それとこれは未知のものです。初めて見ました。これ今ちょうど車1台分離れています。ちょっとこっちの機械だけノイズがズーっていう音が聞こえています。いらっしゃい。
てるよ。うん、ちょっと雑音するけど。あ、ザーって言ってる。雑音が。じゃあ、聞こえないですか？まあ大体同じくらいかな。じゃあそのまま撮りながら。撮りながら。はい、ではこれ新しくいただいたものです。今の時点でもうノイズないです。あんまりない、本当にないね。はい、マイク。最長距離を測ってみます。で、さっきの最初に使ったやつは16台目で、ダメだったという結果がそこで決まっています。これは、まだ先があります。で、これはもうこの時点でノイズのなさがすごいね。何ね。全くノイズなしです。うん、じゃあ行きます。まずはとりあえずすごく距離が取れることが分かりました。はい、はい、こちらの方がですね倍くらい距離が取れるかなと思いますので、限界まで歩いてみることにします。今度はカメラの方が歩きます。ちょっとこのまま待ってね。これはじゃあこれをつけます。これはどっち、新たにもらった、同じタイプ同タイプですね。はい、それでは行ってきます。まず今1台分2、3、4、5、6、7、聞こえてる ?8、9、喋ってね。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34ぐらいで終了です。あ、今ノイズもだいぶ出てるね。はい、この新しい方の新方式ですね。これに関しては先ほど同じぐらいの距離まで行けたことが分かっていますので、同じ距離にまで行ってそこから話し始めようと思います。はい、同じくらいの今40台目ぐらいに力
近づいています。このくらいまで来ましたけれども、少し先ほどの方がいいかもしれないですね。はい、ほとんどここでは聞こえないかな。音色も悪いです。ちょっとこもった感じになりますかね。よいしょ。はい、結果が出ました。以前から使っていたものの、まだ未使用品ということでいただいたやつ、あれが約 100m 離れても、直線距離であれば通じると。これだったら街中でつ、まあ、半分になったとしても、十分使えます。音もいいです。クリアに聞こえます。で、この四角い方ですね、このウルトラセブン方式、こちらの方はノイズを意外と拾ってます。これはよくわからないんですけれども、ザーという音がします。そして音も、声の音もちょっとこもった感じですね。ただ聞こえなくはないんですけれども、ということはツーリングにはまあまあ使えるんじゃないかな。これが今日の結果でした。どうもありがとう。